皆さんこんにちは。私は白桃酒造店で製造の副責任者と輸出の業務を担当しております白桃明子と申します。私たち白桃酒造店は18世紀初頭に海鮮問屋として創業、19世紀中頃から酒造業を始めました。酒蔵としては非常に小さな蔵で、現在私の夫である9代目の白桃喜一が当時を務め、ブランドネーム奥能登の白菊と白桃を作っております。私たちの蔵がある石川県の能登半島は国内で初めて世界農業遺産に認定された地域です。またここ輪島市は伝統工芸の輪島塗の産地でもあります。輪島塗とは漆器のことで、国の重要無形文化財に指定されており、100を超える工程を経て、工程ごとに職人や工房を渡り歩く分業制によって仕上げられます。出来上がるまで多くの時間を要し、ものによっては1年かかると言われています。このお酒は穏やかな香り、きれいな米のうまみ、柔らかい味わいが特徴です。冷酒で美味しくいただけるのですが、私は常温やぬる燗も大好きです。日本海に突き出た能登半島よりアメリカの皆さんにお届けします。ぜひご賞味ください。